どうもメンバーです。お願いします。お願いします。テンション低っ。どうした？ちょっと昨日夢を見てね。夢、うん、俺十字路に立ってるんだけど、そこに悪魔が現れて、俺と契約しないかって言ってきたんや。契約、うん、俺に魂を売ったらお前に最高の音楽を授けてやる。え？でパッて目覚ましたら涙ツーッと流れてて、でいきなり上からドーンビリビリビリッつって雷みたいに音楽降ってきた。え、そんなこと本当にあるんだ。いまだに手震えてるもん。マジで？うん。え、ちょっとその曲聴いてもいい？今から。うん、分かった。大丈夫？日曜日の朝、買い物に出かけよう。今日はちょっと背伸びしてハイヒール履いちゃおう。今日は時間が思ってた曲と違うな。なんかカフェラテ、こいつ悪魔と契約したんだよね。ストップストップストップ。え、こういうので授かるのってロックじゃないの？いや俺これ授かったんや。これをブレ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 。いやそんな感じで授かる曲じゃなかったけど。いまだに震えてる。ちょっともう一回聞かせて。もう一回。うん、分かった。その入りやめろ。日曜日の朝、なんなんその歌い方。買い物に出かけよう。おっさんが歌う曲じゃない。今日はちょっと背伸びして、ちょっと言うのやめて。ハイヒールとか歌詞に出すな。今日は時間なんて忘れて、あなたとカフェラテ。サビかな。雨が降ってたって二人語り合ってカフェラテ。かわいい踏むな。え、お前が見た悪魔ってなんかちっちゃいフォークぐらいの槍を持ったこうツンツンみたいなやつ？ああ全然違う。あの体が人間で顔がヤギの座ってるやつ。ガチのやつじゃん、うん、バフォメットじゃんそれ。ビリ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 。いやもうやめてそれ、ビリビリってやつ。お前あのサビの途中で止めてるのよ。いや止めてるよ。このあと悪魔要素どんどん強くなっていくから。あ、そういうことなんだ。このあとが大事。あ、うん、じゃあちょっとサビから聞かせて。サビからね。あ、今日は時間なんて忘れてあなたと。きついけどね。雨が降ってたって二人語り合ってカフェラテ。ああ、ああ、サビの後半やば。幸せのメロディ。何これ。まあこっから悪魔要素強くなるって言ってたからな。お、起きたんじゃない、起きたんじゃない。これダメだこいつ。どこが悪魔なんじゃこれ。おいしいシチュー、うふふ、星様にキスして。うふふはきつい。シチューを食べよう。ハウス北海道シチューの CM ソングじゃん完全に。今日は時間なんて忘れて。またサビきた。カフェラテ、雨が降ってたって。後半きついよ。でカフェラテ、ああ、ああ、見つけた。何それ、気持ち悪い。2番やば。これ10番まであるんだけど聞く？いや聞くか、もうええわ。どうもありがとうございました。ちょっと一回撮ってごめんなさい。佐藤が残したダイイングメッセージ。来たー。存じ上げない成人男性がヘラヘラしているチャンネル。みじん切りしてください。できるだけ。続けて続けて。あ、見つけた。そ、何？空き缶専用のゴミ箱にマックシェイク。民度が低いな、なんかこの街。